ここまでのファイナルファンタジー13-2。ホープくんだよね。いや、嫌だよ。必要ない。歩みを止めた場所、破滅の後の未来、時すらも滅んだ世界。私、ここから出られないの。出られなければ終わらない夢の。ちょっと待って。時を超える力も、未来を見る力も、バルハラに眠るエトロの恵み、女神がしもべに授けた力。女神のしもべって、私何をすればいいの？エトロはただ与えるだけ。力の使い方は
人が決める。時を正すのも歪めるのもあなたの心次第。未来を変える力は女神の贈り物ってこと？あなたも違う時代のユールなの？そう、あなたの見知らぬ未来のユール。もうすぐ会えなくなる。私が見たこと、一人のルシが6人の運命を一つにしたのは。6人ってお姉ちゃんやスノーたちのこと？果たしたルシたちを女神エトロは憐れんだ。6人と1人、そしてもう1人の幼子が恵みを授かり、クリスタルから解き放たれた。あ、女神が私たちを助けたの？けれど時は歪んでしまった。消えゆくエトロには時を正すことはできなかった。あなたたちなら歪んだ時を元に戻せたかもしれなかった。かもしれなかった。今からじゃ手遅れなの？未来は、あなたはいつの時代のユール？私はあらゆる時代に生きて、あらゆる時代から消えた。数えきれない別れ。それが私。何かを伝えに来たの？あなたが呼んだの？終わりも始まりもない閉じられた世界。どうして時を変えたいの？どうしてあの人が邪魔するの？どうして旅を続けるの？時を変えればあなたも傷つくのに。旅は終わりだ。どういう意味？理解する必要はない。
深刻に落ちろ。恐怖と向き合え。君はよく耐えた。ノエルさえも諦めたというのか。ノエルはどうしたの？幸せに満ち足りた時を過ごしている。彼は敗北を認めた。安らぎを手に入れた。誰かの願いが打ち砕かれ、君が奇跡を起こすとき、誰かの悲劇に見舞われ、君にはそれを背負う覚悟があるか。君たちにとっては奇跡だろうが、ユールにとっては悲劇だった。あの瞬間、変わるはずのない歴史が変わった。時は歪み、狂ってしまった未来が、時読みの命を削った。私は幾度となく見たよ。ユールが命を散らす。時が動けば歴史は変わり、ユールは蝕まれていく。なあ、時の流れを断ち切り、歴史を壊してしまえば、それでユールの苦しみは終わる。ユールのため歴史を壊す？ああ、君たちには幾度となく邪魔をする。それもここで終わる。女神を殺し、すべてをバルハラに返す。時も歴史もない場所で、ユールは永遠に解放される。どこ？君の望む時で眠るがいい。起きないっすね。せーので、名前呼んでみるとか。一人でやるや。はあ、私が起こすよ。起きね、セレ。
こんなところで昼寝かい？いい天気だし、気持ちはわかるっすけど。どうして？昼寝なら家でやれよ。寝ぼけてる？お、行くぞ。行くよ、セラ。腹減ったな。なんかなんか。さっき食べたでしょ。私、帰ってきたの？それとも、全部夢？みんな、なんだかおかしいよ。おかえり、セラ。ひでえな。自分家にいちゃいけないのかよ。だってお姉ちゃんを探すって出て行ったじゃない。変なこと言うな。姉さんがいついなくなったよ。え？姉さんは俺らが結婚してからずっと一緒に暮らしてたろ。なんか不変だぞ。どうして？さあ、おい、みんな消えちゃったの？現実じゃない、偽りの夢。受け入れてしまったら時を巡る旅は終わる。だけどお姉ちゃんがいる、スノーがいる、みんながいる。懐かしい景色、穏やかな暮らし、私が夢見た幸せがここにある。できなかった。未来を見失った私に希望を届けてくれたノエル。みんなを助けるために時代を旅するスノー。コクーンを救おうと努力するホープくん。それにクリスタルになってコクーンを支えてくれるバニラたち。みんなを忘れて私だけが夢に浸るなんてできない。ごめんね、お姉ちゃん。
負けないで。聞いたことが。自分を信じて。なんだろう、気配がする。もう少しだから。私はクリスタルになって夢を見てる。セラも終わらない夢を見てる。だから夢見てる同士つながったんだよ。やっぱりこれは夢なんだ。どうしてここに？助けたくてよ。ファングと会うのは初めてだったね。あんたを夢から連れ出しに来たんだ。時の狭間の夢は終わらない夢。助けがないと永遠に目覚めないの。だから手助けに来た。うわありがとう。手貸しただけさ。あんたがあのまま夢に浸っていたらどうしようもなかった。自分の意志で偽のライトニングを否定したからうちらが助けに来れたんだ、ついていきそうになったけど思い出したんだ。お姉ちゃんはバルハラで戦ってる。スノーもホープ君もそれぞれの場所で戦ってる。私だけ現実から逃げたりできないよ。それでいい。今度はあんたが助ける番だ。夢に囚われてる奴がもう一人いる。ノエルのこと？迎えに行ってあげて。セラならきっと助けられる。ファング、バニラ。限界だな。そろそろ帰らなきゃ。じゃあな。絶対助けるよ。お姉ちゃん、またバニラと会ったの。3年前、助けてもらったのは私なのに、また私を救い出してくれたんだ。ファングとは初めて会ったけど、なぜかちょっとだけお姉ちゃんを思い出した。
クリスタルになった二人に会えたんだから、お姉ちゃんともきっと会えるよね。バニラ、ファング、ありがとう。ノエルはどこかで夢を見てるんだよね。彼と一緒に必ずお姉ちゃんのところに行くよ。